2020年ぐらいまでずっと海外に留学していて、で、コロナの影響で帰国せざるを得なくなってしまった時に、谷桃子バレエ団のこう掲げている心で踊るという言葉、その言葉に惹かれてオーディションを受けました。本団だからセカンドだからということに関係なく、たくさん踊るチャンスを与えていただけるし、歴史の一員になれる素晴らしい場所だと思います。